おいっす、どうも、ガーズファーストテイクやっていこうと思います。今日はですね、8月15日です。8月15日というのはすごい意味がある日でございまして、どういう意味があるかというと、やっぱり平和と、感謝を、考える日かなということで、まあお盆というのもありますし、終戦記念日ということもあって、音楽でですね、その気持ちをですね、こう表現していくのはいいかなというふうに思うんですけれども、ね、まあ誰に聞いてもらうっていうんじゃなくて、こう地球とかこの世の中とかこの平和なことに感謝するみたいな、そんなのがいいと思います。はい、お盆とかこういう日に歌う曲って、それぞれ皆さんのね、大事である曲ってあると思うんですけど、まあガズが選んだ、今回のね、今日の日のスペシャルメドレー3曲。まずは島唄です。ブームの島唄をやって、そしてふるさと、童謡唱歌のふるさと、皆さんそれぞれふるさとがあるわけでございます。東京出身の人も東京がふるさとですからね。はい、そんな感謝とともに、歌っていき、で、最後はですね、シマンチュの宝、ビギンの、まあ、名曲ですけれどもです、ね、沖縄の、曲ですけれども、まあ、日本という国は島国でもありますからですね、まあ、僕たちの歌でもあるし、まあ、やっぱりね、歌詞の素晴らしさ、これをですね、奏でていこうかなと。で、ガズファーストテイクですから、まあ、さっきここの録画スタートボタンをポチッと押して、最後にさよならってポチッと押すまで一回もカットなしの一発勝負、一発、ワンテイクだから、本当にね、その場の瞬間をですね、エモーショナルに届けていけたらなと思います。さあ、それでは、島唄の方からやっていきましょうかね。ありがとう。ワン、ツー。Oh,
いやー、平和っていうのは大事ですね。平和があるから音楽できるわけです。平和があるから毎日ね、自分がやりたいことをやって、自分がやりたい、音楽を楽しむ、ご飯を食べる、こういうのも平和ありきですからですね、感謝でございます。こういうきっかけが、まあ、今日という日だと思います。なんか皆さんもね、とあのそういうなんか、まあ、一年中感謝してるっていうことももうだ、まあ、大事ですけどね、やっぱこういう日にこそね、その気づきをあの 歌で表現していきましょう。いいですよね、はい。この曲はあのガズレレでもちろんレッスン動画取り上げてるんで、まあ、やってみてもらいたいんですけど、あのこの本にも入ってます、簡単ウクレレボックス、あのソングブック2、これにもね、島歌、86ページに入ってます、ね。いろんなところでちょっと見ながらやってみてください。今ね、ちょっとあの僕亀飼ってるんですけどですね、私の歌声にあの亀ちゃんがですね興奮してね、ちょっとバチャバチャ言うけど、亀の拍手だと思って、あのもしガタガタ聞こえたらそう思っておいてください。クロちゃんがすごい反応してるんですよ、僕の歌に。やっぱり感謝っていうのは伝わるの、動物もね。はい。そんなわけでですね、今日はあの楽譜見ながらやってるんですよ。あのアンプしてるわけじゃないんですけど、まあ楽譜見てやるときもですね、やっぱりこう楽譜に釘付けじゃなくて、やっぱりこう、このふんわりした空気感と一緒にできるのがね、やっぱ素晴らしいかなと思います。じゃあ次はね、あの、ふるさとをやっていこうと思います。ふるさとはですね、やっぱり、自分自らをね育ててくれた、あの本当優しく包んでくれて、あの大人になるまで見届けてくれたっていうのは感じですよね。だからその思いとともに、歌っていくのが素晴らしいから、三拍子の曲ですから、ゆっくり、皆さんふるさと、もう今帰省されている方はそのふるさとと歌うとか素敵だと思います。やってみましょう。ワン・ツー・スリー、ワン・ツー・スリー。うさぎを石かの山、おぶなつぶりしかの川、夢は今も次ですよね。僕もね、まあ、生まれ育った今南信州っていう町に今住んで、1年半ちょっと経って2年経とうとしているんですけどね、子どもの頃には全然分からなかった良さっていうかがですね、まあ大人になって住んでみるとですね、めちゃくちゃ分かるんですね。なんでこれもまあなんかね、そういうものなのかなと思っちゃったけど、まあ本当に、どっちにしても素晴らしいことです。まあありがたいなと
でご先祖様もね結局ふるさととかまあ関わってくるわけですからです。お盆ということでやっぱこれいいと思います。皆さん今ね実家とかに帰省させるしている方多いんじゃないですか。まあ、ふるさとでこう ふるさと歌うとか最高だと思うしね。やっぱり今本当にあのみんなでねそのなんかあのワイワイ実家でやるのもいいけれどもちょっと一人でね外に出て空とか雲とか山とか海とか川とか見てなんか感慨深くなるのもいいと思います。はい、さあ、この曲も、これレッスン動画ありますし、このソングブック黄色いソングブックこれ1位って扱いなんです。ここに入ってるんですよ。ふるさとこれはね、どこに入ってるかというとハヒフふるさと123ページに入ってる、はい、で今見せているようにこのねガゼルレの本たち、はい、これがなんとですね、20万部突破というとんでもないことになってます皆さん。でこのソングブック6も、8月17日に発売なんですけどもうねちょっと届いてる方も多いかもしれない、まあ、まだの方はちょっともうちょっと待ってもらいたいんですけど、はい、この本も入れてねもう20万部、皆さん、ね、それだけの方がねこのガズレレを知ってもらって笑顔になってくださってると思うとすごく嬉しいんですよね。なんでまあせっかくですからこういう時にねこの本持っていって自分実家でふるさとでウクレレ弾くとかなんかそういう風にご活用いただければと思うんですけど、でこの20万部なんて言ったらすごいことでございまして、発売元リッドミュージック社さん主催でガズレレフェア開催しているんです。はい、ガズレレフェア200店舗全国200何十店舗で、開催中で、フェアをやってるお店でガズレレ本ゲットしてもらうとミニノートプレゼントとかウクレレプレゼントというキャンペーンというかねフェアやってますんで、ぜひこれ詳細概要欄に貼っとくんでぜひね、書店さんとか楽器店さんにお出かけして、見てください。はい、さあそんな感じで次の曲やっていこうか。次はね、次の曲はですね島人の宝。これあのさっきも言ったけど、沖縄のねやっぱり、沖縄なんか8月15日って沖縄のイメージやっぱりすごくあってね、そういうことでやっぱり今の日本の平和ってそういうね、あって本当にねなんていうかまあありがたいというか感謝の気持ちなんですけど、まあ、島人の宝に関してはやっぱりさっきも言ったように日本人は我々も島の人間ですからね、島人であると。でこの歌詞がやっぱすごいんですよね。誰よりも知っている悲しい時も嬉しい時も何度も見上げていたこの空を、教科書に書いてあることじゃわからない大切なものがきっとここにある、ね、テレビでは映せないラジオでも流せない大切なものがきっとここにある、やっぱそういうことなんですよね。そういうことをなんかこう本当にこう心の底からこう思い出させてくれる素晴らしい曲、メロディー、歌、はい、まさにこの8月15日にこういう高らかに歌いたい曲かなと思います、はい、でこのガズ、そうだ今このガズファーストテイクっていうのをやってるわけですけど、これね何かというとこの YouTube の有名チャンネルザ・ファーストテイクってあるじゃないですか。もう一流 の要はミュージシャンたちがですね、あのカメラ一発撮りでこだわってその生々しい緊張感たっぷりの、映像を届けてくれるすごい有名な YouTube チャンネルなんですけど、それを見ていたガズがですね、あこの緊張感いいな面白いなと思ってガズレレでもなんかできないかなと思ってこれやってます。さっきも言ったようにこの録画ボタンを押して最後さよならピッと押すまで一回の編集なしの一発撮りでございます。そのねなんていうか緊張感とかライブ感覚というか、まあ、ちょっと間違えたりミスったりしててももうなんかそれを凌駕するようなこの音楽を奏でている時のこのなんかこの今瞬間のこのエネルギーをですねこのぜひこうパッケージしているんでですね、そんなのを感じ取っていただければと思います。ちょっとね他の曲もいっぱいやってます。ガズファーストテイクのシリーズはかなりですね、皆さん見ていただいているコンテンツなんですけど、普段のレッスン動画とはちょっと違うガズのですねもうこう出ちゃってる感じがよく出てると思うんで、まあ他の曲もちょっといろいろ見てもらいたいなと思うんですけど、そんなねコンセプトなんですよ。なんでちょっと荒い演奏のところもあるんですけど、まあ、それも含めてですねこの生々しい感じ皆さんに一緒に共有していただけると、なんか みんなもね普段家とかどっかで弾いている時に自分がどんな風に演奏してるかってやっぱ大事だと思うんですよね。楽譜をさこんな風な楽譜をこうやってずーっと見てなんかこうやってずーっとやるっていうんじゃなくて、やっぱりまあ楽譜をね、まあ、本当は覚えちゃうといいと思うけど、楽譜見ながらでも本当こう自由に大きい何て言うのかな、上を見て喉もねこう開くしですね、そういうのをねこうちょっとこの動画で気づいていただけるといいかなって。どうだろう、普段自分が弾いてるかね。クロちゃんどうしたの。カメちゃんがですねもう僕の歌に興奮してですね、大丈夫かい。はい、聞いてくれてるんでカメちゃんにも感謝を込めて、ありがとうございます。
さあ、じゃあやっていきましょうか。シマンチョルだからビギン。やってみる。ワン、ツー、スリー。シマンチュの手からね、歌詞をこう噛み砕いて歌うとも最高です。あのガズレレレッスン動画、こっちも、見てほしいし、あとね、これに入ってるんですよ、シマンチュの手からが。そうそう、これ緑色の、はい、これにも入ってますからね、ぜひやってみてください。あ、そしてなんて言うんだろうな、まあこのガズファーストテイクで最近ね、その季節に応じてこうメドレーを結構、まあ、やっていたりするんですね、そのタイミングで。まあ、これも結構ね、あの新しいあの音楽のこう切り口かなと思っていて、まあいろいろちょっとこのガズファーストテイクってちょっとガズの新しい実験場みたいなところでもあるんでですね、またちょっと楽しみにしていただきたいなというふうに思うんですけれどね。はい、そしてそうだ、このお知らせもしたいです。この本が8月17日に出版される、されもうされている、もう届いている方も多いと思うんですけど、それの出版を記念したですね、誰でも参加できる、オンラインじゃなくて、オンラインじゃない、オンラインじゃない、リアルなの、オンラインじゃなくてインストアライブイベント、誰でも無料で参加できるライブイベントがあります。これです。タワーレコードさんのご協力をいただいてですね、全国3カ所で開催、いよいよ今度の日曜日からです。8月18日東京渋谷のタワーレコード、8月24日長野県上田のタワーレコード、9
9月の8日は大阪の八尾タワーレコードさんで開催になります。ぜひ皆さんウクレレ持って駆けつけてきてください。そしてですね、この本をですね、ゲットしてもらうときにこの3つの、渋谷と長野上田大阪八尾のタワーレコードさんで予約とか購入とか、してもらうとめっちゃいいことあるんですよ。何がいいことがあるかというと、この本買ってくれた本にガズがサインをします。その時に写真も一緒に撮ろうぜみたいな、サイン会参加券がゲットできるのと、大阪と長野ではですね、イベントをやるときにちょっといいエリア、前のエリアに優先入場できるランダム抽選券っていうのもゲットできるということでですね、ぜひこれから本を買おうかなと迷っている方は、この3つのタワーレコードさんでゲットしていただくといいこと、もりもりです。どっちにしろウクレレ、持ってですね、駆けつけてください。セッションする課題曲も実はもう決めているんです。セッションする課題曲とか、このタワーレコードのイベントに関する詳細は概要欄にですね、詳しいリンク貼ってあるので、そこでちょっと見てみていただければというふうに思います。今年のね、2024年の夏はですね、ガズレレはね、結構すごいことがいっぱい起こりまして、まず YouTube のチャンネル登録者の方が20万人突破。これはなかなかすごいことでございます。嬉しいなと。そんだけの方は音楽を始めてくれたというふうに、考えるとすごいことだと。で、さっきも言いましたように、ガズレレ本たちね。ガズレレ本たち、これがもう20万部突破ですよ。これびっくり。そんなの同じ今年の夏に、20万部というね、この奇跡のなんかシンクロを見せてですね。さらにじわじわです。地味なんですよ、ガズレレって。では、でも派手に行くっていうよりはね、じわ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 本当に少しずつね、音楽をやる、聴くからやるに変えていく人を増やすという活動はですね、ガズがもう、なんていうかな、もう人生のこう使命みたいな感じでですね、だって音楽やると楽しいじゃないですか。楽しいと、やっぱ笑顔になる人が増えるわけだから、それだけこのね、地球上に笑顔の人が増えると嬉しいです。だからね、この8月15日にこの平和と感謝と健康をですね、こう感謝しながらウクレレを弾く、最高なんです。こういう日をの逃さないでください、皆さん。ガズももちろん、感謝を込めていっぱい音楽、これからもね、みんなが、より楽しめるようなコンテンツとか、もちろん自分も音楽楽しみますけれどもですね、誰かに褒められるとか、コンテストに、合格するっていうんじゃなくて、その自分が本当心から楽しめる。心からこう、感情を入れられる。ちょっと間違えてもいいんです。うまくやることが正解ではなくて、感情がどれだけ込められたか、自分がどれだけこう、テンションが上がったかっていうような音楽、誰かの、他人目線の音楽じゃなくて、自分がどうかっていうね、音楽のあり方。それが日常生活に入ってくると、もうさぞかしすごいポップなことになりますから。そんな感じです。はい。で、さっきも言ったんですけど、ガズファーストテイクね、他にもいろんな曲やってるんでね、ぜひ見てください。普段と違うガズさんの感じ。で、皆さんもそれを見て、ちょっとなんか空気感をね、皆さんの演奏に取り入れてもらうと、なんかまた楽しい景色が見れるかなというふうに思います。自分がリビングルームとかね、自分の家の部屋でさ、自分のお気に入りのこの景色見ながら弾くっていうのでもだいぶ違います。楽譜だけ見てるよりは、ね、はるかに素晴らしい世界が広がるんで、そういうことをこうミックスしてさらに楽しんでいきましょう。さあ、これからもガズレレどんどんいきますからね、引き続きガズレレよろしくお願いします。それでは今日のガズファーストテイク、お盆終戦記念日特集、ありがとう感謝スペシャル、終わりにしたいと思います。さようなら、バイバイ、じゃあねー。